トイックの結果でございます。7月23日、はい、はい、携帯で見れますから今やね、これが大幅アップですね、はい、しかしいやちょっとどういうことですかこれはどうぞ、はい、本題で参りました。実写のさあ今回は、はい、千早です。はい、ということで実写さんのトイックの結果でございます、はい、いつの結果？7月23日、はいはい、その前のやつは？は3月、前の3月、はい、710点です。はいはい、710点でした、はい、リスニングが380、リーディングが330ということでした、はい、でそれが710から一体どうなったのかっていうやつですね、はい、もう携帯で見れますから今やね、あの点数もアビメも下げてオンラインで見ることができますので、さあ期待の星となって、はい、あれ目標が、目標は800です。800でどうなったのか、じゃあ見せていただきましょう。いきます。どうぞ。はい、そちらです。遠くて全然見えないわあ、上がった、上がりました、760だ、はい、すごい、ね、このギシギシが多分すいません。ということで、リスニングが400になりましたね、はい、で、リーディング360ですから、まあまあまあ、いい感じの、はい、配分です。リスニングの方が高く出るのが普通なので、はい、それは良かったと思いますね。おー、藤井2でもまだ800いけないけど、うん、そうですね、もうちょっといける予定だったんですけど、まあれ、はい、予定では、ちょっとギシギシギシが、はい、ギシギシギシが、これもね、練習の時に全部こうやってやらなきゃいけない、ことそこにこうやって、予定では。リスニングなんかいけた感じがしたんで、450くらいいけんじゃねみたいな。ああ、なるほどね。レベル感、はいはいはい、そういう手応え、手応えね、はい、手応えは450だったけど、はい、全然400くらいだったんですね。って感じですね、はい、で、リーディングの方は感覚リーディングは188球問目くらいまでいけたんですよ、はい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 、なんで、まあ300後半くらい出てほしいなって思ったんですけど、ギリ300後半です、ね、なるほど。 でってことはでも10何問は残ってるってことなんですね。そうですね。あれで終わっていない、終わらないですまあ終わらない、終わらないですけど、はい、10何問多いっすそうですよね、多いっす。それだってまだ、だってトリプルパッセージの入ったところですね、はい、そうです。大問2つ解いてないですから、それってことは確かに、はい、なんで、まあまあまあ、そういうことでした。じゃあ、アビメンですね、正答率、ここが大事ですから、皆さん、正答率をきちんと把握してやることが大事なので、はい、では、リスニングが、最初か短いやつが87ですね、あ、平均73、あ、平均73もあるんだ、87、まあ、前回88だった、あ、しかもだって前回平均66に対して88だから、だいぶ高かったんだ、はい、で、次が83ですね、はい、平均67、あ、前回から大幅アップじゃないですか。前回47ですよ。すごい2個目。そうなんです。長めの会話なんです。なんか今まで長文すごい聞いてる時に英文どっか流れてっちゃってたんですけど、今回これそれがなかったんですよ。お、聞こえたってことですね。聞こえたんです全部。なるほど。それが全部ではないと思うけどな。でも確信持って答えられたはずなんですけど。なるほど。で、3つ目短いのが88、76、ああこれは下がってますね、93でしたね。で、短いやつがちょっと下がったって感じですね、うん、はい、だからパート1、2が下がった感じです、はい、だ3、4が上がったってことでね、次の長めのやつも平均71に対して78ですから、あら、そうじゃないですか、78、うん、うん、で、やっぱり最後のもね、当然上がっているはずなんですよ、それだってなってるってことは。前回だって67しかなかったのが80までいってますからね、はい、よかった、はい、なんでやっぱリスニングが上がったって感じですね、うん、まあやっぱ長めのもの、つまりパート3、4ですね、それが上がったって感じ、うん、特にまあ糸問題も解けるようになったものが多かったってことですね。前回やっぱ糸問題間違えてたってことですね、それは、うんうんうん、どういう意味でしょうってやつを違ってたってことでした。はい、ということでリスニングが無事上がりました。はい、いけました。じゃあリーディングでございます、はい、はい、リーディングが、はい、最初が推測ですね、文章中のが平均50に対して68、あ、前回38ですからだいぶ上がりましたね、はい、やっぱパート7で解ける問題が増えたっていうのがありますね。で、次が具体的な情報が平均59に対して、あ、58、平均以下だ、なんと、本当だ、なんと平均以下出ちゃいました。具体的な、はい、
はい、これはどこに、え、パート7ですね。パート7の誰ですか、どこですかみたいなやつですね、はい、で一つの文章の、はい、散りばめられた複数文ですね。照らし合わせですね。照らし合わせが74で、これは上がってますね、はいはい、前回が57だったのに対して74ですから、これはアップです。だいぶ上がりました。そして5位、あ、すごい、5位が96まで上がってる。すごい、前回83でしたから、はい、これが大幅アップですね。そうです。しかし、ちょっとどういうことですかこれは。最後の大幅ダウンですけど、文法がなんと67、平均値になってます。そうなんです。前回95だったんですよ。だって1問とかの世界だったわけですよ。そうですね、めちゃめちゃ時間を意識してやったんですよ、はい、パート5、6で15分っておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、ですね、それ意識してパート5をなんかもう帰り見ずに、はい、帰り見ずにパッパパッパ解いてたらこうなりました、はい、下がってしまったというですね。まあだから時間との勝負なんで、やっぱり ね、ここが大変なんですよね。先生、先生、文法できなきゃじゃないですか。先生は文法が得意じゃない。痛い、もうギギ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 ギやっぱでも時間意識するとこうなっちゃうんですね、うん、正答率が。だ前回は文法の方がすごい高かったけど、その代わりセブンがすごい低く出たということで、うん、そこの割合というか折り合い、トレードオフですね。トレードオフ、トレードオフ、トレードオフ、折り合いを考えないといけないです。さっき教えて、はい、どういう勉強したんですか。勉強、はい、ここからここに行った710から、はい、760ですよね、うん、正直、はい、あんまりしてなくて、してなかったんかい、うん、そうなんですよ。一応ね、730の壁とかっていうのも言われたりするんで、そこを突破したわけですから。そうですね、まあ、英語でドラマとか見てました。ドラマ、何の？ストレンジャーシングス。ああ、ストレンジャーティングス、はい、誰かがおすすめしてたな、それは。あ、そうなんですか、はい、を見てました。そしたらそれ聞けるようになったって。違いますか。分かりません。字幕つけて、字幕、そうです、英語の字幕をつけて聞くようにしてました。なるほど。どうなんですかね。へえ、その効果あるんですかね。どういうストーリーの。どういうストーリー。なんか男の子がいなくなっちゃって、それを探す話です。それでトイックリスニング力が上がるのに役立つのかな。確かにそれはちょっと、ね、微妙なところですけど、うん、本当にそれの力で上がったのかはわからないんですが、ね、トイックの勉強自体は、トイックの勉強自体はで、語彙はめっちゃ上がってるわけですし、めっちゃでもなんか、まあ、結構上がってるから、別にそんな筋フレやったとかもないですし、まあ、ないんだ。単語帳は別にやってない。単語帳はやってないですね。問題解くのはパート5の、はい、パート5特急、パート5のなんか420問、神崎先生の。私あれ大好きで、もう何周したか分かんないです。おお、パート5。を何周したか分かんないんですけど、うん、この期間にやってたわけじゃないんで、うん、ちょいちょいやってたくらいですかね。へえ、いや素晴らしい。下がってますね。ちょいちょいなんだ。ちょいちょい。だそうだ、忘れてた。文法できてないじゃんけ。そうなんですよ。文法できてないんです。長文とかリスニングの問題とかやってない。トーイックの勉強ではやってないですけど、はいはい、英検の過去問解いたりしてました、はい、英検受けるってこと？いや、学校で通ってる学校で。あ、そうです、そうです。そういうことですね、はい、それが役立ったのかもかもしれないです、かもしれないですけど、全然次第景色違う。何級の？準1です。ああ、準1、なるほど、はい、次回は？次回はまだ決めてないんですけど。まだ決めてないんだ。もうだってもう10月やつだからね、今もう。そうですね、でも今年中に800行きたいんですよ。少ない回数だと。そうですよね、11月、12月もしかしたら連続で受けるかもしれないです。え、10月が2回かな。あ、そうなんですか。10月2回、11、12、11か12、2回あるはず、うん、ほうほうほう。なんで、そしたらじゃああと4回チャンスってことですね、はい、そうですね、うん、それでじゃあ後のプロジェクトの皆さんいつ受けるんだろう。山口さん会いたいですね。山口ね、インターンシップ行っちゃったから今そんなさんインターンなんですよ、これはね、うん、はい、ハセンさんが受けてるからね。そうなんですね。いつ結果出るのか知らないけど、まあまあ期待してます。それを、はい、聞こうと思いますんで、どうだったかは、はい、頑張ってやってもらえればと思います。はい、はい、じゃあ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、よいしょ、ありがとうございました。今日は、はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。
この LINE に登録いただきますと第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。